は反対してたんだよね、あれは。結局嘘だって知ってたもんだからね、はっきり言うと。あの SNS で反対してただけだけど、本当は外でね、みんなが知ってくれればいいんだけど、あの本当はお金の権利も発行権もみんなが持ってるもんだよってよく言うんだよね。赤ちゃんがお年寄りまで持ってる、政府が持ってるわけじゃなく、財務省が持ってるわけじゃなく、みんなが持ってるんだって、一人一人が株主だとよく言ってんだけどね。誰も気づいてくれないけどね、確かにね。主導権がさ、どう見てもなんかそういう人陣や主導権持ってるように思って生活してるんじゃない、ちょっとおかしいよなと思ったよね。山を削れば山の水、あの山は崩れてくるし、ね、今のみたいに大雨降ればさ、土砂崩れてくるよ。だからわざとね、やってるじゃない、太陽光パネルつけて土砂崩れ起こすようなね、あの工事したりで、その太陽光パネルから崩れた水が、治水能力が落ちるから水が枯れちゃってしまうんで、この絵の通りに川の水が枯れて、最後は海の水も死んじゃうよっていうことになるよね。だけど前も教えたことあって、それはなんかたまたまね言っただけなんだけどね。それでも工事したのは地元企業でしょってなるわけね、だけどその後自慢で飲み水何飲むんですかってなるわけね。ないよねってなるよね。で山を崩したらね、やっぱりね元に戻すね1000年とか1万年かかるんだよね。自分たちの生きてる環境でさ、どうやって水を飲むんだってなるよね。だからやっぱりね、自分たちで考えるようにならないといけない。例えば安全なもの作ろうかなと思って、楽しいもんだけ自分たちで選択できればいいんだけどね。例えばお金は自分たちで発行できる、で川と山は絶対残す、で鉄道は絶対いるね、貨物もいるし、であの道路はまっすぐした道路、変なロードサイドって山はいらないから、まずまっすぐした道路をまず作って、で水の方の側溝の水はやっぱり水ゴミがたまらんように、あのまあ葉っぱとかに取ってた方がいいね。特にこういう梅雨の時期、葉っぱとかいろいろあると引っかかっちゃうんだよね。それで洪水が起きてしまう、側溝から水が溢れたりとか。で大雨が降る時はね、もう外にあんま出ない方がいいね、あの帰れなくなる可能性があるからだよね。どうせね、あの人工でやってるんだよ、大雨とかね。線状降水帯、降水帯っていうのは人工なんだ。煙トレールを空からまず巻いて、それで下に煙トレールが降ってくるわけね、飛行機から巻くんよ。でそれが今度花粉症と、人工地震のもの元と、あとはその線状降水帯の元になるんだよね。あのあれ炭素繊維なんだよね、はっきり言うと。煙トレールっていうのはね、あの昔ニュース出てたしね、その2012年でやけどな、みんなネットで SNS とかは、いや陰謀論だって言うけど、自分たち載せとったのにね、今さら陰謀論だったってこっち覚えてんのにと思って、そう投資家じゃなかったら知らないよ、だ投資やってたから知ってるもんだな、それ知らない投資するバカどこにおるかと思うよね。 SNS は嘘言うよな、だって陰謀論なんか言ったことねえよと思うけどね、だって書いてあるじゃん自分たちでって思うわね。例えば2012年の頃だったかな、あのアメリカの方でなんか上から空から糸が降ってくるわっていうニュースになってて、そしたらね炭素繊維だって書いてたんだよね、ニュースで。普通のネットニュースで書いてあったような時代よね。あの時私はツイッターやってないしね、別にね。で私はツイッターでよく書いてるけど、本当のことを書いてるわけ、自分たちは書いたんじゃんだって言って、今更陰謀論って言われたってね、困る話なんだよね。人工地震の道具があってさ、自分で調べたりしてさ、あるじゃない、それに写真付き合ったじゃない、その時代ってね、2006年とか5年とか。ハープってやつね、ハープって調べたら日本にもあるんだよ、あの大学にもあるし、大学とね在日米軍にあるんだよ、はっきり言うと。で電力節約すると地震が起きるんだよ、だからね。あとなんだろう、その船があるんだよね、地球号ってやつ、あれが通ったとこ必ず地震が起きるね。誰かアプリで追っかけてる人がいらっしゃって、で見てたらやっぱりね、あの日向灘とか、南海トラフ付近とか、この前は石川県に持ったよあの船がね。でその後に地震が起きたもんね、やっぱりね。であの東北の震災の前もいろいろあったんで、あれも人工だったんだけどね、はっきり言うと。福島の方は熊本地震も人工だし、神戸の地震も人工だし、関東大震災で人工だしね、あの1923年だったかね、20年だったかね、関東大震災だったでしょ。だけど自分たちの金持ちの方は全然被害を受けないよね、何も。計画的だから別に。